こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、高額転売のマスクの売り方の今後とは、メルカリの規約違反ではありませんが、アカウント削除されたくない人はぜひ見てください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行きましょう。はい。この動画ですね、今話題の高額転売のマスクですね、売り方、どうなるかぜひね、紹介させていただきます。はい。まずですね、こちらですね。まず出品削除されます。で、マスク自体はですね、違反ではないんですけど、高額ですね、もう。3枚、マスク3枚、1枚ずつとかね、出してる実際います。アイドルとかね。例えばジェルとか、いろんなね、風邪をね、守るとか、花粉症とかね、そういうと守る医薬品と一緒に出しているんですよね。で、これはですね、例えばそれを一緒に足して1万円とかに出してる。明らかに、高額の商品出してるんですけど、これはですね、第三者通報ってあるんですよ。で、これがメルカリ事務局に聞きまして、判断でページ削除ですね。で、それでも出すっていう方です。アカウント削除されてます。はい。で、実際私も調べてみたんですけど、ページに商品がね、出してないので、アカウント削除されましたね。はい。ぜひね、注意していただければと思います。はい。で、次に Amazon ですけど、Amazon はですね、アイドル出品って、有名なメーカーね、出した方いるんですけど、これはですね、メーカー通報まず来ます、おそらく。で、アカウント削除ですね。まず、商品削除が入って、それでもやる方はね、アカウント削除されます。はい。これやってる方はですね、評価が1とか2とかね、新規出品の方なので、即やられますね。はい。なので、ぜひね、今後はですね、マスク転売やめた方がいいですね。で、マスクを自分のために使った方がいいです。ぜひね、マスクに関しては、アカウント削除になりますので、ぜひやらない方がいいと思います。はい。はい。LINE 登録お願いします。LINE としていただきます。30分無料コンサル。10万円稼げる。割引マニュアル。プレゼンションにプレゼンスタンプお願いします。あと、YouTube が質問については受け付けてません。LINE アット登録によろしくお願いします。本日は最後まで見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。